加藤桃子は、日本将棋連盟所属の女流騎士。女流騎士番号は67、安易賞号八段門下。静岡県牧野原市出身。国士館高等学校卒業。加藤の父は、加藤と同じく安易賞号八段門下で、奨励会に在籍、後大学に進学して、教員免許を取得し、静岡県の藤枝明星高校教諭を務め、かつ、 同校将棋部顧問として実績を挙げた加藤浩二加藤の母は高柳敏夫名誉球団が開いていた将棋教室に通っていた雨油団者で女流雨名人戦出場経験を有し、1990年頃にはプロ棋士や奨励会員も参加するパソコン通信による将棋サークルのメンバーであり、ある意味で夫の加藤浩二以上に プロ機会とのつながりがあった。将棋一家に生まれた加藤は、5歳で将棋を覚え、小学1年生で大会に出るようになった。静岡から母の実家に行く折には、安江小強氏をはじめとする、高柳はじめ門のプロ騎士の指導を受けるようになった。加藤が強くなると、必然的に、プロ入りの話が出てきた。高柳はじめ門には、多くのプロ騎士、奨励会員の他に、 清水一夜という女流騎士の大成功者がいる。女流騎士への道を進める声もあったが、加藤とその両親の選択は、奨励会入りであった。加藤は2006年9月18日に、11歳で関東奨励会に入会。その直前に参加した第1回城、滝歩み配奪脱戦では、アマチュアの立場ながら低勝南を破っている。2011年度5月3日、 奨励会二級の時里見かな女流三冠の異例の奨励会一級編入試験三局の初戦の相手となり里見に黒星をつけた。9月18日の奨励会礼会で3連勝し、7月17日の礼会から数えて9勝3敗の規定で同日付で二級から一級に昇級。同じく女性奨励会員である伊藤えの一級昇級から約1ヶ月遅れであった。 5月27日、日本将棋連盟が、奨励会と女流棋士の重責に関する件を発表し、女性奨励会員の女流棋戦へのエントリー、出場は自由とした。これを受け、加藤は、第5期マイナビ女子オープンと、第1期女流王座戦に、女流棋士と同じ扱いで出場し、両棋戦とも予選通過で本戦に進んだ。うち、第1期女流王座戦では7月から始まった。 本戦を勝ち進み、準決勝では、伊藤彩との奨励会一級同士の対決を制した。10月から12月に、清水一夜と決勝五番勝負を戦い、のフルセットで迎えた12月12日の第5局に勝利して、初代女流王座に輝いた。16歳9ヶ月での女流タイトル獲得は、史上第4位の若さであり、第3位の里見香奈に1ヶ月遅れるのみである。 第5期マイナビ女子オープンでは、第1期女流王座戦5番勝負の開幕に先立ち、10月6日の本戦第1回戦で、姉妹沙織を下した。女流王座を獲得した3日後の12月15日、女流タイトル保持者となって、初の公式対局となる本戦、第2回戦に臨んだが、当時加藤と同じく奨励会1級だった、里見香奈に敗れた。 2012年度第6期前ナビ女子オープンでは予選で古川綾子に敗れた。自身のタイトル初防衛戦となる第2期女流王座戦五番勝負では挑戦者決定戦で里見かなを破りタイトル戦初登場となった本田さゆりに3連勝し連覇。2013年度3連覇をかけた第3期女流王座戦五番勝負では里見かなを挑戦者に迎え、 一勝の後3連敗で敗退し無冠となった。一方、第7期マイナビ女子オープンで本戦トーナメントに進出し、準決勝で伊藤沙恵を決勝で清水一を破り、本気戦自身初の挑戦を決めた。2014年度第7期マイナビ女子オープン5番勝負で里見香ナを3勝1敗で破り、女王をダッシュ。 女性奨励会員が出場できる二つの女流棋戦をいずれも制した。直後の5月10日、関東奨励会の例会にて12勝4敗の商談規定を満たし、里見かな西山智香に続き、現行規定において3人目の女性の奨励会初段となった。第4期女流王座戦では本戦決勝に進出し、里見女流王座の球場による、 タイトル返上により同じ決勝進出の西山、智香と決勝五番勝負を行い、3連勝で女流王座に福井、女王と合わせ女流二冠となった。2015年度第8期前の美女子オープン五番勝負では、上田初美を3勝1敗で退けて防衛。第5期女流王座戦五番勝負は、タイトル戦初登場の伊藤斎と戦い、第3局が持ち将棋となって、 女流タイトル戦史上初となる五番勝負の第六局にも連れ込む激戦を3勝2敗1、持ち将棋で制して防衛。女流二冠を維持した。また、タイトル保持者として、第37期女流王将戦の本戦に出場したが、準決勝で、里見かなに敗れた。2016年度第9期イナビ女子オープン五番勝負では、室谷幸を参勝一敗で退けて、 防衛、三連覇。11月20日、奨励会の高級規定により一級に高級。すでに、二21歳の誕生日である、初段奨段の年齢制限を過ぎていたため、半年以内に初段に復帰しないと奨励会大会となる状況となった。第七期女流王座戦では、里見かなに0勝3敗で敗退し、女王のみの一巻に交代。また、通算五期獲得による、 クイーン王座の獲得もならなかった。2017年度4月1日の奨励会礼会で初段に復帰し、年齢制限による大会を回避した。第10期前ナビ女子オープン五番勝負では、上田初美を3連勝で退けて、防衛、4連覇。第8期女流王座戦五番勝負では、前年にタイトルを奪われた、里美香女流王座に挑戦し、第一局、 第2局で連勝してダッシュまで、あと1勝とするも、そこから3連敗して2勝3敗で敗退。2018年度第68回、NHK 敗戦に女流騎手枠で出場し、本戦1回戦で、大川拓馬を破った。第11期マイナビ女子オープン5番勝負では、西山智香に1勝3敗で敗退して、女王のタイトルを失い、無冠となった。また、 連続5期獲得による衛星女王の獲得もならなかった。第40期女流王将戦で挑戦権を獲得したが、3番勝負で里見香なにストレートで敗退し無冠返上ならず。第12期マイナビ女子オープンでは挑戦者決定戦で里見香なに敗れて挑戦権獲得を一致した。2019年3月27日、加藤が朝礼会を退会して、 女流騎士資格を申請し、2019年4月1日付で、東京所属の女流騎士三段となることが、日本将棋連盟から発表された。加藤は、奨励会を初段で大会したため、本来なら、奨励会規定、奨励会2級以上で、大会の場合、大会時の段級くらいでそのまま、女流騎士の資格を得るにより、女流初段となるところだが、タイトル発揮の実績を考慮されて、 女流三段としてデビューした。2020年度は女流騎士として、非戦初参加の女流王位戦と女流名人戦で挑戦者となったが、いずれもタイトル保持者であった、里見かなに0勝3敗のストレート負けとなった。拒否者等の攻め将棋、終盤の鋭さに定評がある商談、昇級規定は、将棋の段級を参照。将棋の女流タイトル在位者一覧も参照。 登場回数16回獲得発揮ありがとうございます。